はい、今回は加藤桃子女流三段にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、加藤桃子です。4月から、女流三段として、あの女流棋士になりました。あと静岡牧之原大使もやっております。静岡です。通気型は O 型です。158、体重ははい一人っ子です。両親がいします。5歳の時です。父に教えてもらいました。なんだろう、でも、負けて悔しいのはあったかもしれないですね。結構活発な、静岡にいた頃は、やはり父や祖父に家でよくさせてもらってました。そうですね、小学館の小学生大会があったんですけど、それで全国優勝したことが唯一キラキかな。その静岡にいたのであんまり将棋友達いなかったんですけど、今隣にいる香川さん研修会一緒でしたよね。とか、はい、あと山口恵理子さんとかもその時に行った、鎌倉さんとか、そんな感じですね。静岡の、JT の大会で、ステージに向かって、決勝に上がったのか、決勝に行って袴で対局したことをよく覚えています。は棒銀戦法です漠然としてます。棋士を踊らせたのはその JT、 先ほどの JT 子ども将棋大会の決勝で敗れたんですよ。で2位だったんですけど、それが悔しくてちょっともうちょっと上に上がりたいなって思ったところがありました。12歳の時だったと思います。なんだろう、奨励会に12年間いたんですよね。でもいろいろありすぎて、多分奨励会入りたてで第2例会か第3例会目に伊藤沙恵さんと当たって、その当時沙恵ちゃんってもうすごい、もう私にとって先輩だし、なんかもう女の子ですごく強いっていうイメージだったので、本当恐縮しながら指してた。でも思い切りぶつかって、そうですね、伊藤沙恵さんとはかなりたくさん指しましたね。将棋と同時進行でいろんな習い事をしてたんですよ。で結構体動かす系が好きで、バレエをやってたりだとか、あとサッカーもちょっとやったりだとか、で一番長く続いた習い事が絵画なんですよ。なんか水彩画と油絵両方やってたんですけど、そうですね、絵を描いて食べていけたらいいなって思ったことはありました。でも絵描きってなくなってから価値が上がるっていうじゃないですか。私は特にそう、だから生きてる間稼げないと思ってちょっと現実的に将棋になっちゃいました。ちょっと現実的な、はい、現実を見ました。お父さんがすごい将棋のね、普及の元で熱心されてましたもんね。そうなんです。藤枝明誠琴学校 の教師だったんですけど、将棋部を結構もう熱血指導して全国大会に導いたりした実績があります。そうだから私も本当に研修会の時から、ももちゃんと一緒だから、もうそれこそだから14年、もっとか14年ぐらい前から知ってるもんね。もうなんかあんまりいい意味ですごい変わってない。あ、本当？なんか本当当時からこう可愛くてでも元気いっぱいだし、ありがとう。なんか一緒にいるとすごい元気もらえる感じの雰囲気はずっと変わってないよね。褒めるの上手だね。なんで？でも言われるでしょ。あ、そうなの。結構元気なところは取り柄かなって自分でも思います。でも本当にまあスポーツ好きそうなイメージあったけど、絵画は結構意外。あ、意外だった。あ、そう。なんかデッサンとかのセンスはないんだけど、色のセンスはあるらしくて、そう、その先生に褒められたことがずっと残ってて、そこは誇りに思って生きてます。そう、でも活発だったのにやっぱり将棋続けてね、本当に
なんだろうね、なんかでも結構活発な子でも将棋好きな子多いもんね。あ、そうだね、なんか、うん、そうだよね。私も結構小学校の頃は男子とよくドッジボールとかサッカーとかやるタイプだったんだけど、うん、そう意外と、うん、周り の, その将棋友達はどうだったの？そのやっぱり男の子ばっかりだったと思うけど、うん、活発系だった、それとも割とおとなしい中でももちゃんがすごい元気って感じ？あ結構静岡と東京で違いますよね。静岡もライバルの子がたくさんいたんだけど、なんだろう、控えめな子が多かった気がします、静岡ね。で東京に出てきてからは、まあ、いろんな種類の人間がいるというか、当たり前なんだけど、あ、そうか、いろんな人がね、東京来るもん、ね、そう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 、だからなんだろう、でもまのおちゃんの方が活発だったと思うなそれは言えてるまあ、ももちゃん一番ね、その研修会とかでもこう年下だったから、やっぱり緊張しちゃうよ、ね、そうそう、遠慮がちだったし、そう、お兄ちゃんお姉ちゃんが多かったイメージがあったんで、甘えてましたね、ずっとね